製造業の人手不足が深刻化する中、石川県のプレス加工メーカーが、大手電気機器メーカー、オムロンなどと共同で、製造工程の自動化に成功し、そのノウハウを公開しました。こちらの機械は、カメラを使って自動的に検査を行うことができ、製品の傷やメッキ処理の状態を調べます。創業84年目を迎えた有川製作所は、金型設計製作と金属プレス加工の会社です。人材の確保が大きな課題で、製造工程の自動化に取り組みました。プロジェクト名は、グリム童話でも知られる小人の靴屋です。入社してから現場の方でよく仕事をさせていただいてたんですね。たまにこう疲れた時とか、昔読んだ童話を思い出して、これ小人さんやってくれたらいいのにっていうことをたまにこう口ずさんでいたんです。なのでこの自動機を作った時に真っ先に、あ、小人の靴やっていうふうに思ったんです。プロジェクトに協力したのが、金沢市に本社がある産業用電機の専門商社山崎電機と、大手電気機器メーカーのオムロンでした。有川製作所では、作業の効率化が進んだことで社風が未来志向に変わり、新卒社員の採用にもいい影響が出ました。ここにすごく中小企業の方が抱えられている課題解決のヒントがたくさんあると思ってます。そんなやっぱ情報発信の場ですとか、情報交流の場になればすごくいいんじゃないかなというふうに感じてます。有川製作所では、自動化のノウハウを多くの中小企業と共有するための展示場も今日から公開しています。